今のは一体。料理長、すみません、私、またワイン落としちゃって。本当に何度も何度もすみません、私の不注意で、もう8本も9本だ。この床にこぼれた赤ワインのシミ、大輪のバラのような美しい輝き、これだ。次の料理のテーマはこれしかない。作る、今すぐ作るぞ。人参とプチトマトはどこだ。何をしとるか、下ごしらえせんか。何した？よこせ。これは俺のものよ。Thank you.
ない。どうしたら。そう簡単なわけないか。いい加減にしなさい。私は忙しいのよ。ならばなぜあんな場所に。美しい衣装の裾が泥で汚れています。本社の方には把握できない仕事もありますから。庭仕事など下働きにやらせておけばいいでしょう。それは私の判断で行います。職務を逸脱した行為は慎んでほしいですが。私は何も。何度も言いますが、私らの仕事はあなた方の護衛だけではない。特にクリス様の場合は。アントニオ、どういうつもりでそんな。あなたの言い方だと、まるで私が悪者みたいですね。そんなことは考えてませんが、ね、ただこちらとしては、サリナの二の舞は勘弁ないと思います。私はあんなことはしません。その言葉、お忘れない。次は私の首が飛んでしまいますので。以前から思っていましたが、クリス様は少々好奇心が強くて困りますな。傍から見ればお遊びでも、我々は本気なのです。そもそも私はですね。少し静かにしてくれないか。庭の小鳥がみんな逃げてしまう。てめえ。ちっ、ヘリの整備が途中だったな。そこの人、君も気をつけてくれ。むやみに身を隠そうとしない方がいい。
訓練を受けた者の前では無意味だ。ドクター、隠れて聞いてたんですか。意外と抜け目ないんですね。私、恥ずかしいところを見られてしまいました。モラルとしては褒められませんけど。申し訳ありません。私の聞き及んだ限りではそれ以上のことは。そう、彼は知ってしまったのね。動くでしょうか。間違いなく動くわ。ジョバンナ様の存在は歯止めになりません。私なんかいてもいなくても彼には同じことよ。せめて身体的特徴だけでも分かれば手の打ちようがあるのですが。でもそれは。こちらはご遠慮ください。こちらはご遠慮ください。こちらは。お入りください。ドクター、少々お待ちください。おお、来たか。そうだな、私のカルテは見たかね。何か問題でもあったかね。
前のドクターの仕事を信用できるかね。ま、賢明ではあるな。よかろう。聞きたかったのはそれだけだ。今日は帰りたまえ。お帰りください。